ノースカロライナ州ーバーアリントン出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のデンバーブロンコスに所属している。ポジションはフリーセーフティー。高校の時はディフェンスとオフェンスでプレー、最終学年には6インターセプトを上げるとともに、クォーターバックとして676ヤードを投げるとともに、ランで642ヤードを獲得した。 また野球でも週の決勝戦まで進んだことがある。ウェイクフォレスト大学に進学した彼は1年時の2007年は限られた出場機会しか与えられず17タックル止まりであった。2年時にはフリーセーフティとしてプレーするようになり1インターセプトを挙げた。このインターセプトはラッセル・ウィルソンの続けていた連続インターセプトなしの NCWA 記録を379で ストップさせた。3年時には、コーナーバックとフリーセーフティとしてプレー8試合に先発出場し、33タックルを上げた。4年時には、フリーセーフティとして出場し、チームトップの6インパーセプトを上げる活躍で、アトランティックコーストカンファレンスのファーストチーム、オールアメリカンサードチームに選ばれた。2012年の NFL ドラフト6順で、ニューヨークジェッツに指名され、 5月6日に4年契約を結んだ。2014年10月15日、ジェッツから解雇された。同年11月18日、デンバーブロンコスとプラクティススクワットとして契約を結んだ。その後、アクティブロースターに昇格し、2試合に出場、12月28日のレギュラーシーズン最終週、オークランドレーダース戦でデレックカーからインターセプトを挙げた。 2015年10月1日、ブロンコスからウェーバーされた。10月14日、アーロン・ウィリアムズが短期間、故障者リスト入りしている、バッファロー・ビルズと契約を結んだが、10月23日に解雇された。12月1日、ブロンコスと契約を結んだ。チームは、第50回スーパーボウルに進出し、カロライナ・パンサーズを24から10で破った。ありがとうございます。